大白区は仙台市を構成する後行政区のうちの一つ。合併前の旧仙台市の南西部と旧名取郡秋保町からなる。長町の町並み。区域は東西に長く伸びる。東端は名取川とその支流である広瀬川で区切られる。東部は仙台平野の一部で仙台に近い川に区の中心市街である長町副都心がある。名取川を隔てたその南。 南仙台駅付近にも市街地が広がる。東端部は水田地帯である。西部は名取川流域の産地で山形県と接する秋保地区である。大白区は九百二十八年四月の名取、郡長町、庁九百三十二年十月の名取郡西田賀村、百四十一年九月の名取郡中田村、九百五十六年四月の 名取郡軍勢、井デ村1988年3月1日の、名取郡軍秋保町のおのおの、仙台市に編入合併された、旧町村域に、市政市工事から、仙台市だった、アタゴ山を加えた、大ね広瀬街岸にある、市内旧名取軍域をもって、1989年4月1日の、仙台市の政令指定都市移行時に設けられた。区名は、区内にある、 大白山に由来する。区名公募の際の1位は南区、2位が緑区であったが、方位や、他都市の区名に例があるのは取らないという方針により、大白が選ばれた。長町地区に商業などの集積があることから、同地区内市はその周辺に、県外の金融機関の展開が見られる。郵便局間郵便局長町小学校、人、木田中学校、山田中学校は、 文部科学省が推進する学力向上フロンティア指定校である東日本旅客鉄道の長町駅。中心となる駅、長町駅、長町南駅や気候滝。バンジは、ありがとうございます。